まあ、耐える時間が長かったんですけど、まあ、みんなが意思統一して、最後の最後みんながこう体を張って守れてるのは良かったかなと思いますけど、まあ、もう少しこう自分たちもボールを保持してやっていかないと、ちょっとこの先勝つのはちょっと難しいかなと思ったので、まあ、そこは次に向けてしっかり修正していきたいなと思います。